昔々のお話、秋です。山奥の小さなお寺です。のんびりした和尚さんとのんびりした小僧さんがのんびり暮らしていました。終わった。お尚様、起こしちゃおう。起こしてどうするんだい。いいから起こしちゃおう。うん、お嬢様。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 大きな声で起こすな。びっくりした。お掃除終わりました。遊んでいい？そうだろうが。うん、遊んでいい？ダメ。いいでしょ？ダメ。お前も一緒に頼めよ。うん。遊んでいい？ダメ。どうぞ遊ばせてください。ダメ。遊びたい。よろしい。何して遊びたい？山行って栗拾いたい。いいでしょ？ダメ。山には怖い鬼がいるからダメ。怖い鬼なんていないよ。山行っていいでしょ。ダメ。いいでしょ。ダメ。お前も一緒に頼めよ。うん。山行っていいでしょ。ダメ。どうぞ行かせてください。ダメ。行きたい。よし、山へ行けとな。きっと鬼が出る。そしたらこのお札に助けてもらうといい。お札に助けてもらう？1枚、2枚、3枚ある。本当に鬼が出るの？出る。さあ、お札を持って山へ行ってこい。小僧さんは山で遊びました。栗をいっぱい拾いました。でも怖い鬼は出ません。そろそろ日暮れ、お寺へ帰ることにしました。ちょっと一休みしよう。うん、一休みしよう。お腹すいたな。うん、すいたな。とうとう怖い鬼出なかったね。出なかった。ずっと脅かしてもダメだよ。お、本当に出た。私は鬼じゃないよ。優しい優しいおばあさんだよ。本当だ。うん、本当だ。二人ともお腹が空いているんだろ。うん。そうかいそうかい。おいしいものをごちそうしてあげよう。うん。さ、ついておいで。おい、ついてこ。ついてってどうするの？おいしいもの食べるの。うん、ついてこ。ここはおばあさんの家。小僧さんはお腹いっぱいごちそうになりました。でも、いつの間にか夜。うわぁ、食った食った。うん、食った。おいしかったかい？うん。おばあさんは何にも食べなかったね。ああ、私は後でゆっくり食べるよ。小僧さんは和尚さんのこともすっかり忘れて、いい気持ちで眠ってしまいました。お化けでも出そうな秋の夜更けです。小僧さんは変な夢を見ていました。風が話しかけます。おい小僧、早起きろ。
起きておばあさんの顔を見ろや。おばあさんの顔を見ろや。鬼だ。まあそうな小僧だ。おまけに二人。頭から食べようか、足から食べてやろうか。おい、起きろ、起きろよ。なんだよ。あのおばあさん、鬼、鬼だったんだよ。鬼？脅かしてもダメだよ。本当に鬼だ。目が覚めたね。いかにも私は鬼、人を食べる鬼。お前たち二人食べてやる。どこへ行くんだい。おしっこしたいな。おいらしたくない。したくなった。したけりゃその隅っこでしな。ここじゃおしっこ出ないよ。おいらも出ない。じゃあ便所に行っといで。うん。お待ち。さっさと行っといで。二人一緒におしっこなんかできないよ。おしっこはもういいの。逃げるんだよ。どうやって逃げるの。任しとけ。お札様、私たちはそーっと逃げます。鬼に呼ばれたら代わりに返事してください。お札様、お願いします。お前もお願いしろよ。うん、お札様お願いします。オイラ食べるの大好き、でも食べられるの大嫌い。お助けください、お願いします。変なお願い。やーい小僧、まだ終わらんかい。もうどうだよ。いつまでやっとる。まだかい。まだだよ。それにしても二人一緒はおかしいね。まだでももうダメ。出てこい。あれ、こら小僧め。まだだよ。もうダメ。ほら、小僧。あれ、いない。わあ、もういないよ。ちくしょう。騙された。逃がしてたまるか。待て、小僧。小僧さんは逃げました。和尚さんが待っているお寺に向かって逃げました。ところが、待て、小僧。ちくしょう。追っかけてきた。お札、よし。待て、食い殺してやる。お札様、お助けください。お願いします。お前もお願いしろ。お札様、おいら食べるの大好き、でも食べられるの大嫌い。お助けください。お願いします。なんだ。あちゃ、今のうちに逃げろ。うん、逃げよう。待てー。あちゃ、やいこだ。あちゃ、食い殺してやる。逃がすものか。小僧さんは逃げました。和尚さんが待っているお寺へ向かって逃げました。ところが、待て小僧。また追っかけてきた。待てー、食い殺してやるからな。お札様、お助けください。オイラ食べるの大好き、食べられるの大嫌い。お願いします。なんだ、
開けて入ってこい。おい、おしょ、小僧が二人帰ってきただろう。ああ、帰ってきたよ。その小僧ども食べに来た。どこにいる？知っているけど教えない。でもな、わしの頼みを聞いてくれたら教えてやろう。言ってみろ。あんた、でっかくなる術が使えるそうだな。その術、ぜひ見たい。よし、おい、この匂いだ。あー、よし。わかった。もういい、もういい。うちが壊れちゃう。いやー、大したもんだ。小僧を早く食べたい。どこにいる？早く教えろ。よし、教えよう。実はな、そのお餅の中に隠した。何だと？どうだ、あんたはでっかくはなれても小さく小さくなる実は使えまい。何？ところがわしは何でも小さくする実を知っとる。そこで小僧二人小さく小さくしてこの餅の中に隠した。そうすれば安心。バカなおしょう、鬼は小さくもなれるぞ。ほんと、小さく小さくなれんのかい？なれるとも。知らなかった。どうかお許しください。この餅の中の小僧二人、食べないでください。うるさい！お許しを。この鬼は汚いのならば。バカなやつ。よいしょっと。もういいよ、出ておいで。おひょうさん、鬼は食べちゃった。食べちゃった？ところで、また山に行くか？アホ、また行ってこい。山はいいぞ。まずいお餅。こうして鬼はいなくなりました。のんびりしたおしょうさんとのんびりした小僧さんはいつまでものんびり暮らしたそうです。昔々のお話。